投げるだけでなくバッターボックスでも圧巻の活躍を見せる投手。そんな神業のような二刀流は本当に珍しいのでしょうか。メジャーリーグにも実は打撃がやばい投手がいるのです。シルバースラッガー賞の投手部門で輝いた選手たちは単なる投手ではなくガチのスラッガー。特にナショナルリーグでも指名打者制が導入され打席に立つ機会が減るとされる中、驚愕のガチ投手たち、そのヤバすぎる打撃8選を紹介します。マイク・ハンプトン、投手としての実績もピカイチのハンプトン。メジャー通算148勝という数字はすでに彼の実力を物語っていますよね。しかし驚くべきは投手ながら打者としても圧倒的な成績を残しているのです。それがわかるのが投手部門でのシルバースラッガー賞受賞歴。なんと1999年から5年連続でこの賞を獲得しています。さらに注目すべきは1999年と2001年に収めた圧巻の二刀流成績です。1999年には22勝4敗防御率 2.90 で最多勝に輝くと、打撃では打率3割1分1厘、出塁率3割7分3厘の成績を収めました。ホームランはゼロながら10打点という数字も驚異的です。そして2001年は14勝13敗防御率 5.41 の成績でしたが、打撃では打率2割9分1厘、出塁率3割9厘をマーク。さらには7本塁打16打点という凄まじい成績を残しました。この7本塁打は投手としてのナショナルリーグ最多タイ記録です。通算打率2割4分6厘16本塁打79打点という成績は投手とは思えないほどの成績ですよね。しかも彼は29試合に代打としても出場しています。当時ナショナルリーグは DH 制度ではなかったため、投手も打席に立つ機会が多く、ハンプトンは打撃でもチームに貢献。投手でありながらバットを持たせれば野手顔負けのバッティングを誇っていました。マイカ・オーウィングス、2007年8月18日のブレーブス戦。この年ダイヤモンドバックスでデビューしたばかりで、ルーキーだったオーウィングスが先発マウンドに上がります。この試合では7回に2者連続ホームランを含む3本のソロホームランを浴びたものの、3失点のみに抑えてマウンドを降りました。しかしこの日のオーウィングスで注目すべきはピッチングではなく、なんとバッティングだったのです。9番バッターとして5度も打席が回ってくると、2回の第1打席では2点タイムリーツーベースヒット。さらに驚くべきは第2打席と第3打席で2打席連続ホームランを放ったのです。一見投手なのか打者なのかわからなくなってしまうほどの破壊力。4打席目もタイムリーヒットを放ち、あとはスリーベースヒットが出ればサイクルヒットの快挙まで迫りました。そしてリリーフが送られる直前の8回にオーウィングスに5打席目が回ってきます。すると初球を流し打ちして一塁線を狙ったものの、ライナーをファーストがキャッチして快挙ならず。それでもこの試合で5打数4安打2本塁打4得点6打点という圧巻の成績を残しました。この年オーウィングスは投手として29試合に登板し8勝を挙げた一方で、打撃でも打率3割3分3厘4本塁打15打点という素晴らしい成績でシルバースラッガー賞を獲得。その野手顔負けのバッティングからファースト起用の話も上がり、もしかしたら二刀流としても大谷の先輩になっていたかもしれません。ドントレル・ウィリス、フロリダ・マーリンズでメジャーデビューを果たしたウィリス。足を高く上げる独特なフォームと陽気な性格で一躍人気者となり、リートレインの愛称で親しまれました。2003年チームをワールドシリーズ制覇に導き、ウィリスは14勝6敗という素晴らしい成績で新人王を受賞。その後も輝かしい実績を積み重ね、2005年にはナ・リーグ最多勝を獲得。デビューから5年連続で2桁勝利を達成しました。しかし本題はここから。なんとウィリスは野手顔負けのバッティングを持ち合わせていたのです。2007年には打率2割8分6厘2本塁打7打点と投手としては驚異的な数字をマーク。さらに満塁ホームランまで打ってしまったんです。ところがこの年以降は故障に悩まされ、2011年にレッズでメジャー最後の登板。その後独立リーグでプレーしたもののメジャー復帰は叶いませんでした。そんなウィリスの通算打撃成績は打率2割4分4厘9本塁打、打つ方でも豪快なスイングを見せた彼の打撃力はひょっとすると野手転向しても面白かったかもしれませんね。カルロス・ザンブラーノ、メジャー通算132勝を挙げ、特にカブスではエースとして大活躍したザンブラーノ。2005年には14勝防御率 3.26
202奪三振と、いずれもチームトップの成績をマークすると、翌2006年には16勝を挙げて最多勝のタイトルも獲得しています。しかし、彼はただの投手ではありません。当然投手としての実績は素晴らしいものがありますが、加えて打撃もすごかったんです。ザンブラーノは実は強打のスイッチヒッターとしても活躍し、メジャー12年間でなんと通算24本塁打、71打点、打率2割3分8厘という数値を叩き出しています。これだけでもすごいですが、先発しない日に代打として起用されることもしばしば、代打として30回以上も出場しています。2005年には打率3割ちょうどを記録、80打数24安打というのは、普通の打者でも羨むような成績ですよね。さらに2006年、打率は1割5分1厘と低かったものの、6本塁打を記録、当時の球団記録に並び、シルバースラッガー賞を初受賞しました。そして、さらに驚くべきは、2008年のオールスターゲーム前日に行われるホームランダービーに出場すべきという声があったことです。通算成績で見ても、打率2割3分8厘、24本塁打、71打点、OPS0.636、投手でありながら、そのバッティングで多くのファンを魅了しました。ヨバニ・ガヤルド、メジャー通算121勝という成績は、言わずもがな素晴らしいですが、さらにガヤルドは2009年から5年連続で2桁勝利を挙げています。特に2010年には14勝、200奪三振を記録。これだけでも十分すごいのですが、さらに打撃でも話題をさらっています。この年の打撃成績を見てみると、打率2割5分4厘、4本塁打、長打率5割4厘という驚異的な数字。投手としてだけではなく、打者としても一流の活躍をし、その結果、ナショナルリーグのシルバースラッガー賞を受賞しました。特に印象的なのが、2014年5月27日、ボルチモアでのオリオールズ戦です。10回裏、代打として登場すると、なんとサヨナラツーベースヒットを放ち、この試合のヒーローに、普段は投手としてマウンドに上がっている選手が代打で出てくるなんて、まさに驚愕の一言ですよね。通算打撃成績を見ても、打率2割1厘、12本塁打、42打点と、投手としては考えられないほどの打撃力。投手でありながら、打者としてもチームに貢献できる。それが、ガヤルドの最大の魅力と言えるでしょう。アダム・ウェインライト、名前だけでも多くの方が知っているのではないでしょうか。今シーズンをもって現役引退を決意した彼は、なんと9月18日にメジャー通算200勝を挙げました。これまで2度の最多勝を獲得するなど、投手としての実力は言うまでもありません。しかし、ウェインライトの魅力は投手としての実績だけではないのです。なんといっても注目すべきは打撃力。投手ながら、その打撃力がヤバすぎると話題なんです。通算200勝をマークし、今後はマウンドに立つことはないと話していたウェインライトは、9月29日と10月1日の試合で代打として出場。2022年からナショナルリーグでも DH 制が導入されたこともあり、これが2年ぶりの打席となりました。結果はセカンドゴロと空振り三振でしたが、それでも彼の打撃実績を見ると、一般的な野手も顔負けです。2017年のシーズンには打率2割6分2厘、2本塁打、11打点、OPS0.731 という素晴らしい成績を収め、初のシルバースラッガー賞を受賞。通算でも打率1割9分2厘、10本塁打、75打点という、投手としては驚異的な数字を誇ります。最後の登板を終え、200勝ちょうどで現役を引退。しかしウェインライトの多彩ぶり、特にバッティングに関する実績は、これからも多くの人々に語り継がれるでしょう。彼のような選手が、また現れる日は来るのでしょうか。マイケル・ローゼンセン、彼は現役のメジャーリーガーで、主にリリーフとしてレッズで活躍。これまでの通算登板数は342試合ですが、それだけではないんです。ローゼンセンは、バッターとしてもかなりの実力を持っています。2018年には打率2割9分を記録し、4本塁打、10打点、さらに OPS は 1.043 という圧倒的な成績を残しました。特に、代打で出場し、満塁ホームランを打ったことは、一般的なリリーフピッチャーには考えられないような打撃力ですよね。さらに2019年には、投手として73試合に登板する中で、外野手としても53打席に立ち、1本塁打を放っています。この年の9月4日のフィリーズ戦では、リリーフ登板後にセンターを守り、さらにホームランも打つという離れ技。勝利投手、本塁打、外野手でプレー。まさに三刀流の活躍でした。
通算成績を見ても打率2割3分3厘7本塁打24打点と OPS0.710 という数値はピッチャーとは思えないほどの実力です。そして今シーズンはタイガースとフィリーズでプレーしていますが、なんとノーヒットノーランも達成しています。ピッチャーとしてもバッターとしても一流。ローレンゼンの活躍に今後も注目ですね。ザック・グレインキー、メジャー通算225勝を誇り、2009年には16勝8敗防御率 2.16 で最優秀防御率を獲得し、サイ・ヤング賞に輝いた名投手です。その実績だけでも凄まじいですが、グレインキーはバッティングでも野手顔負けの力を発揮しています。これまで通算600打席に立ちながら打率2割2分5厘9本塁打 OPS0.598 シルバースラッガー賞を2回も受賞し、投手としては素晴らしい成績を叩き出しています。特に印象的なのは2013年と2019年の成績。2013年には打率3割2分8厘4打点 OPS0.788 という数字をマーク。2019年には打率2割8分3本塁打8打点 OPS0.883 と並み居るバッターたちと何ら遜色ないパフォーマンスを見せています。そして圧巻だったのが2019年4月2日のパドレス戦です。グレインキーは先発投手としてマウンドに上がると6回を投げて10奪三振をマーク。さらに打っては2本塁打4打点を記録し、自らを援護する二刀流の活躍でこの試合の勝利投手となりました。打席に立つと普通の投手とは違い、その打撃力で相手ピッチャーを困らせるグレインキー。投手が打者としても優れていると、それだけでも相手に与える影響は大きいでしょう。いかがでしたでしょうか。ここまでメジャーの舞台で打撃でも活躍した8選手を見ていきました。そしてここで気になるのはメジャーに挑戦した日本人投手たちではないでしょうか。日本人メジャーリーガー投手でも打撃力も兼ね備えた選手も多く、メジャーの舞台でもその力を発揮した選手たちがいます。打撃もやばかった日本人投手たち、日本からメジャーリーグへと渡る投手たち、その多くはピッチングが評価される一方で打撃力は二の次とされがちです。しかしそんな中でも打撃力のある投手が歴史に名を刻んでいます。その先駆けといえるのが野茂英雄です。1998年4月28日のブルワーズ戦で7回に野手も含めたメジャーでの日本人初アーチとなるソロホームランを放ちました。さらにツーベースヒットやスリーベースヒット、フォアボール、送りバント、犠牲フライなど多くの日本人初の打撃記録にも野茂の名前が刻まれているのです。野茂はその後2002年、3年、4年にそれぞれ1本ずつの計4本のホームランを放ち、規格外の大谷を除くと日本人投手で最もホームランを放っています。野茂に続いてホームランを放った日本人投手は近鉄時代に野茂のチームメイトでもあった吉井雅人です。2000年5月26日のパイレーツ戦で先発した吉井は6回に先制点を許したものの、その裏に試合を振り出しに戻すホームランを放っています。そしてこれがプロ15年目での初ホームランだったというから驚きですね。ちなみに打撃で多くの日本人初となったのは野茂ですが、初盗塁を記録したのは吉井だったのだとか。続いてはセリーグで活躍していた石井和久。ヤクルト時代にも3本のホームランをマークしていた石井は、渡米3年目となった2004年7月31日のパドレス戦でライトスタンドへ見事なホームランを叩き込んでいます。これにより日本人投手で日米でのホームランは初の快挙となりました。それ以降はなかなか日本人投手からアーチが飛び出すことはなかったものの、これを打ち破ったのが2016年に海を渡った前田健太でした。高校通算27本塁打、広島でも2本のホームランを放っていた前田は、メジャーでも2016年4月6日のパドレス戦でレフトスタンドに見事な一発を放っています。このホームランはホームランが出にくいとされるペトコパークで放たれたもの。前田は PL 学園時代からの打撃力が海を渡っても健在であることを示しました。このように投手でありながらも打撃で魅了する日本人選手たちは少なくありません。野茂英雄、吉井雅人、石井和久、前田健太、そしてここに加わる異次元の選手が大谷翔平。メジャーの舞台で異次元の活躍を見せる大谷は、投手としてマウンドに上がり、登板しない日は打者として前代未聞の二刀流として活躍。2018年に海を渡った大谷はシーズン開幕から投打にわたり活躍し、日本人史上4人目の新人王を受賞。2021年には投手と四球で9勝を挙げ、打者としては46本塁打を放ち、
2001年のイチロー以来となる日本人史上2人目のシーズン MVP とシルバースラッガー賞を受賞しました。この類を見ない異次元の活躍により、もはや空想の世界の生き物で現実には存在しない唯一無二のユニコーンに例えられることも。そんな驚きをよそに、大谷は活躍を続けていきます。2022年には投手として15勝、打者として34本塁打を記録し、ベーブ・ルース以来約104年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打の偉業を成し遂げました。さらにこの年、投手打者の両方で規定回に達し、史上初となるダブル規定到達の快挙を達成。もはや誰も止められない大谷は、今シーズン開幕前に開催された WBC でも侍ジャパンのエース兼バッターとして大会史上初の2部門でのオール WBC チームに選ばれ、大会 MVP も受賞しました。その勢いのままに、今シーズンも開幕から二刀流でフル回転の活躍を見せます。投手では23試合に登板し、10勝5敗、防御率 3.14、132イニングを投げて167奪三振をマークしました。8月23日に右肘内側側副靭帯の損傷が発覚して規定投球回に届かなかったものの、2年で連続の2桁勝利を記録、シーズン150奪三振以上を記録するのは3年連続となっています。さらに打者では6月には月間自己最多となる15本塁打を放つなどアーチを量産。9月4日に右脇腹痛で離脱したものの、135試合出場してリーグ4位の打率3割4厘44本塁打95打点20盗塁をマークし、日本人初、アジア出身の選手としても初のホームラン王に輝きました。来シーズンは右肘手術を受けたため、開幕から打者に専念する大谷、二刀流復帰は2025年シーズンになる見込みですが、果たして今後どのような偉業を成し遂げてくれるのでしょうか。投手としてアーチを量産する大谷の姿がまた見たいですね。あなたの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。